今回もですね、筋トレで、健康寿命を延ばそうということで、第2弾となります。横になって寝ながら筋トレというのをご紹介させていただきます。主に、体幹のですね、筋力アップ、こちらをですね、目指したいと思うんですけれども、体幹のですね、筋力が強化されるとですね、さまざまな効果が期待できるんですけれども、まあ、バランスを良くするというかですね、崩しそうになった時に体をぐっと支える働きとか、あとはですね、腰痛の予防または改善、そして良い姿勢を保つ働きなどにつながってきます。その他にもですね、体型の維持にもとても重要となります。ではやってみましょう。脇腹力入れ頭上げというのをやってもらいましょう。はい、横になっている状態でですね、そうですね、寝転がってもらって結構で、下の手ね、床を支えるようにしてください。で、上の手は膝の方向に伸ばしていくんですけれども、いいですか、頭をその時に上げていってですね、ぐーっと側腹筋を鍛えるんですね。よいしょ、そうです、頭を上げて体幹を側屈するんですね。はい、いいですよ、戻してだいたい 5,6 秒、キープしていただきたいと思います。上のある手を足の方向に伸ばしていって、頭上げ、ギュッとお腹の脇腹力を入れましょう。はい、いいですよ、そんな感じですね。じゃあ反対向き、もやりましょうね。向きを変えて、はい、同じように下の手で床を支えます。上の手は膝の方向に伸ばしていってください。で、その時に頭を横に上げる、よいしょ、そう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 、脇腹に力を入れて5秒間キープ。はい、いいですよ、左右ともですね、合計で10回程度やっていただきたいと思うんですね。右側10回、左側10回、交互にやっていただきましょう。中臀筋とかですね、やはり側腹筋といった筋を強化してもらいたいと思います。横向きになってですね、そうですね、肘立て、肘立てになってですね、そこからですね、膝を伸ばしたままでお尻を上げてください。ギュッと伸ばして体一直線、これでキープです。いいでしょうか、5秒ほどキープしてもらいましょう。はい、楽にして戻す。はい、もう一回お尻を上げて体一直線まっすぐ、そうです。そこから余裕があったら上になっている足を横に開いて上げてみましょう。できますかね、そう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 、余裕があったらチャレンジしてみてください。はい、いいですよ、じゃあ反対向きを変えましょう。はい、同じように肘立てにまずなって、はい、そこから膝を伸ばしたままでお尻を上げます。お尻を挙上、体一直線、それでキープです。余裕があったら上の足を開いて上げてください。いいですね、はい、楽にしてください。はい、まあ、左右ともですね、5回くらい、そうですね、できれば10回が目標ですけれども、徐々にやってみてください。寝て筋トレですね。
寝た状態で筋トレしてもらいます。仰向けになっていただけますかね。仰向けになって寝てもらいましょう。足上げかかとタッチというのをやってもらいます。腹筋をね鍛えていただきたいと思うんですけれども、両膝徐々に曲げていきながら体を起こしていってください。起こして頭を上げていって手を伸ばしてかかとにタッチ、そうです。はい、ゆっくり元に戻して、かかとに手がですね届かない方はですね膝にタッチする程度でいいでしょう。ちょっとやってみましょう。はい、頭も上げて膝を曲げていって、そこにタッチするくらいでですね、はい、元に戻しましょう。まあ、回数は10回程度目標にしていただいたらいいと思います。うつ伏せになってもらいましょう。はい、まあ、腹筋とかですね背筋、そして大臀筋という筋をですね、主に強化していただきたいと思います。いいですかね。まずそこから肘立てになってもらいます。肘立て、そうですね、はい、そこからお尻を上げてください。はい、それで体一直線、膝も床から離して、そうです、そうです、一直線を維持します。そして片足、膝を伸ばしたままで上げてみてください。上がりますか。そうですね、はい、です。はい、下ろして、今度反対も上げましょう。そう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 、体一直線、はい、下ろして、はい、ゆっくりお尻も落としてください。楽にして OK です。